ゃん。あれが変態で有名な男で、隣にいるのが変態なのいるのですね。あれじゃあ私まで変態って言われてるみたいじゃない。とにかくお兄ちゃん、はたたまふな、今日から禁止ね。もし今度やったら一生土地を聞いてあげないから。わかったろ。わかってくれたのね、お兄ちゃん。ヘイ、カモン。なんで約束したばっかでいきなり脱いでんの。裸マフラーがダメだって言うならマフラーも脱いで、マッパになる気がないじゃないか。ダメ、マッパも禁止。わかった、お兄ちゃん。はい。